どうもすみません。外線モンショウの結果分析です。一着エースインパクト、二着ウエストオーバー、三着オネストでした。グリーンチャンネルを見ていたら、当日にあった他の二レースが流れたんですよね。で、そのレース見てたら、もうなかなか後方から外から追い込むのは難しそうなそういったようなレース内容で、まあ先行もしくは内目で足ためた方がいいのかなっていうような見た目だったんですよね。 ですから予想動画の時点では「20丸プラスデュキャルゼル」にしてたんですけれども本名は「ウエストオーバー」に変えましたまあもともと右下のところ「生まれに二等軸」ということで生まれに関しては「プラスデュキャルゼル」「ウエストオーバー」の二等軸だったんですがその副賞ということに関しては「ウエストオーバー」本名を変えたということですね。まあ、それにに関しては YouTube ののコミュニティのところにメンバーシップ限定で、 書き込んんででいたんですけれどもま,まあそれは JRA の住所もパドック見た後にメンバーシップ限定で書き込んでますよねその形で書き込んだんですけれどもですがその馬場の傾向に関しては凱旋門賞に関しては真逆でしたね先行馬が不利で後方から外回った追い込み馬が断然有利という追い込み有利の展開になってしまってまあ確かに勝ったエースインパクトに関しては馬体 キレのある動きもできてましたし、まあ、日本の馬みたいに見えるぐらいに両馬場に近い良い馬場でいいところが出るかなっていう雰囲気がありましたしその中でエースインパクトはいい足使ったんですがただ三着に来たオネストもハマってますよねオネストはそこまで目立つほどの馬かというともともと力はあったんですが今年低迷してた馬で直線の足に関してもそこまでいい足は使ってなくて 見てみればわかりますけれども他の馬たちが直線バタバタに止まってるんですよね理由としてはですね外線紋章以外の他の2レースに関しては距離がマイル以下の短めの距離だったんでそれと2400は傾向が変わるそういったことあり得ますんでその可能性があったということとそれよりもはっきりとしていることは、まあ、確実に逃げ線工場が弱かったということですね 逃げたミスターハリウッドは、まあ、レース前から合わなそうだなとは思ってたんですがここのコースが全然合わなくてもう直線向いてすぐに手応え悪くなってますよね。で逃げ馬が引っ張ってくれないとやっぱりうちの方は負の流れができるわけですよね。うちの方が伸びない不利になってしまうっていう形になるんでそうなってしまうと内前目内めの馬たちが伸びないということは馬群全体外から押し上げるような。 馬が有利になるなので後方から追い込んだ馬が有利になったっていうところですねですから56番手の内拉地沿いにいたウエストオーバーも展開不利で巻き込まれ事故でかなり不利なことになって競馬にならなかった可能性があったんですが幸いにも外への進路が空いたんですよねただそれでもやっぱりですね直線向いた時点で馬群が結構固まっててもうなんというかギュッというような感じで前後の。 差がほととんどなくなくったというかウエストオーバーが外に出した時点ではもうエースインパクトとかその辺はもうすぐ近くまで外から来てたっていうような状態であの形になってしまうと後ろからススムーーズに加速ががついていてるエースインパクトの方が断然有利なんですよねあの形でエースインパクトにウエストオーバーが勝つとなるとウエストオーバーには相当な瞬発力が必要でエースインパクト以上の瞬発力が必要なんですが。 ウエストオーバーはそんなには瞬発力がないので、エースインパクトの方が瞬発力が上なんで、それは全然勝てないわなっていうような形なんですよね。なので、まあ本来だったら前にいる強みを生かして、後方からの追い込みが効かないような展開に全体をまとめきるっていうのが、ウエストオーバーの持ち味を生かしてのエースインパクトに勝つ方法なんですが、まあそれが全くできないような形になってしまったんで、もう叶なわないですよね。 まだですね、逃げたミスターハリウッドがすぐに止まったとしても、2番手のフクが直線の入り口で一瞬でもいいんでビュッと伸びてくれれば、ウエストオーバーは斜め前に出せたわけですよね。ですが、フクも伸びなかったんで、ウエストオーバーは真横に近いような形で進路変更してるわけですよね。そうなってしまうと多少ブレーキを踏んでるような形になるんで、そこからまた加速しなきゃいけないっていうところで、まあその辺に関しては、 比較的分かりやすいレースなんでそこまで説明いらないかなとは思ったんですけれども、まあ、ただ中途半端なポジションですねフィード・ザ・フレームとかコンティニュアスに関しては後で喋りますしプラスデュキャルゼルに関してもですねプラスデュキャルゼルはもう中段の外外回ってましたんでもう全然足がたまらずっていうような感じでもありましたんでまだ ババ傾向として外回っても大丈夫な時の凱旋門がありますんでその感じだったらああいう乗り方でもいいんでしょうけれどもそれでは右の方から一頭ずついきますウエストオーバーウエストオーバーはまあやっぱり単純に能力でいったら一番上でしたねエースインパクトとは3キロ差がありますし、まあ、しかもその3キロっていうのは ヨーロッパの馬場だと日本でいうと5キロ前後ぐらい差があるぐらいなそれぐらいな筋量差になってきますしまあさらににらにレース展開ですねもう完全に後方から外から追い込んだ馬が有利な展開になってましたんでまあウエストオーバーが抜け出そうとした時にはもう外からエースインパクトが来ている状態なんでより瞬発力があるエースインパクトまあ筋量も軽いんでスイスイ伸びるっていうところで。 まあちょっと立ち打ちできななないような形になってしまっったなっていうところがありますね、まあ、それでもウエストオーバーもともとこのコースはあんまり合わないと思ってたんですが最悪パターンにはハマってなくてまあなんとか外には出せましたんでやっぱりあそこで外に出せたことで少しは加速がつくような進路ではありますんであれがまたもっとごちゃごちゃしたところから打ちつかなきゃいけないとかそんな感じになっちゃうとしんどいんで。 まあ外に出しただけになんとか加速がついてこの馬のしぶとさっていうところは出たかなと思いますね。まあ、それでもやっぱりこのウエストオーバーっていう馬はどのレース見てもちょっと不器用さがあるというかまあ足の使い方とか乗り方が難しいなっていう瞬発力のある馬にかわされやすいタイプでフィード・ザ・フレームフィード・ザ・フレームは中段で前に壁も作れて。 めがくようなそういったような競馬ができて直線も外に出せてっていうまあ普通だったら一番無難なポジションでいい競馬ができてるっていうような形にはハマってるんですがただ今回の競馬っていうのはちょっと極端なところがあってまあレース前にも凱旋門賞って極端な展開になることが多いっていうふうに言ってたんですが前残りなら前残り後方から外から追い込む馬が有利ならそういったような追い込み極端な追い込み競馬。 そういうようなイメージがあって今回に関しては後方から外から追い込んだ馬が有利な極端な追い込み競馬なんですよねですから意外とですね無難と思われているような中途半端なポジションの器用な競馬っていうのははまらなかったっていう部分もあると思うんですよね、まあ、でももしこのフィードザフレームが強くて瞬発力もあってっていうような馬だったらあそこからでも馬券圏内争いぐらいはしてたとは思うんですが まあレース前にも言った通り、このフィード・ザ・フレームって、大して足を使ってなかったんですよね。大して瞬発力がない、大して能力もないっていうような馬なんで、まあ、相手が強くて、さらに展開有利とまではいかなかったんでっていうところはあったかなと思いますね。もう印シはシスルーセブンシーズンのところに行ってますが、フリーウィンドは中段のうちの方で早めに手応えなくなりましたね。綾ザークもごちゃごちゃっとしたところで、 対面手応えがなくなって終わったかなっていうところです。で、スルーセブンシーズスルーセブンシーズは4着ですから大健闘ですね。構想できた理由の一つは馬場が良かったことでしょうね。両馬場みたいな。まあ、あのフランスとしては良い馬場だったみたい。なんで、それに関してはスルーセブンシーズがあんまり強くないと舐められてた部分があった。それが逆にいい方向に向いた部分もあって、以前だと日本の馬が。 有力馬だったりなんかすると直前にですね水まいたりしてたんですよねそれぐらいフランス人って汚いところがあってまあですからそこまでする必要がない馬だとスルセブンシーズが思われてたっていうことも大きかったかなと思いますねただまあレース後に管理してる尾関調教師が涙流しながら満足したようなコメントしてましたし まあ本当に最高の競馬ができたっていうのはそういったような評価をする人多いんですが僕はそうは思ってなくて例えばオネスとかエースインパクトのポジションから競馬できてたらもっと上位に来れって言った可能性があったんですよねもったいないのは直線の入り口ですねあそこで外に出すことができなくてグもつくしかないそうなってしまうと今回の凱旋門賞は完全に後ろから外に出す。 外から追い込んだ馬が有利っていうようなそういったような競馬なんでその進路をスルーセブンシーズが取れなかったということはオネストエースインパクトと比べると不利なんですよねさすがにスルーセブンシーズがエースインパクトぐらいの足が使えるかというとそこまでの瞬発力はないとは思うんですが、まあ、ただオネストぐらいの足は使えると思うんですよねコンティニュアスのところに来てますがその前にベイブリッジに関しては まあちょっと先行は不利な展開ではあったんですがただこの馬自体そんな抜け出すような瞬発力も能力もなかったかなっていうところがあったんでまあ穴人気はしましたけれども相当恵まれないと基本厳しい馬だったかなと思いますね。コンティニアスコンティニアスはハーツクライサンクでヨーロッパの G1 を勝ったということで話題になってますね。そして旧旧車車はエイダン・オブライエン旧車でエイダン オブライン調教師といえば僕は27年前後ぐらい前に競馬始めた頃から超有名な天才と騒がれてた調教師で今も世界一有名な調教師の一人ですねでこのコンティニュアスは追加登録料1900万円前後ぐらい払って出走したんですよねで結果5着で賞金が1900万円前後ぐらいで、まあ、トントンっていう 取り紙になっっちゃったなというのうですがまあ、でもそれでも損はしなかかったわけでですからそれで内容に関してなんですがコンティニュアスの位置取りは中段の内らし沿いだったんですよね。でさっきフィード・ザ・フレームのところでも言いましたけれども今回は極端な競馬で極端な後方から外から追い込んだ馬が有利な展開でやっぱり中途半端な中断っていうのは基本的にはあんまり良くない位置取りなんですよね。でさらに まだ外だったらいいんですよ。フィードザフレームみたいに中段の外だったらいいんですが、中段の内立ち沿いっていうのは最悪に近いというか、まあ、なのでバグを縫いながらなんとか抜け出してはきましたけれども、もうだいぶ不利な競馬してるんですよね。これがまたオネストぐらいの極端な後方からの外からの追い込みだったら、 多分上位争いしてたかなっていうぐらいまあ,あのエースインパクトに勝てたかはかなり微妙というか多分勝てなかったと思うんですがまあでもそのコンティニアスが今回やった競馬よりかは後方から外からら外追い込んだオネストの方が断然有利な競馬はまってるんですよ、ね、なのでまあこのコンティニアスに関してはちょっとこの外戦門章みたいな多少器用さがいるようなコース合わないかなと思ってたんですがまあその中でも別に。 何というか印象が悪いようなレースではないですし逆に好印象の内容のいい走りをしましたんでまあジャパンカップに来るかもしれないっていうそういうような記事が出てたんですがもうジャパンカップ来たら結構買ってみたいなっていうふうに思うぐらいエースインパクトエースインパクトに関してあ最初に 僕冒頭で言おうと思ってたんですが今回の凱旋門賞の中継凱旋門賞史上でも一番パドックでで馬体が映っってなかったんですよいつも外国人っていい加減なんで本当パドックで馬体とかちゃんと映さないですしそういうパドックで馬体を見せる競馬ファンのために馬体を見せるっていうようなそういったような文化もないわけですよね。ですがそれにしても 4頭ぐらいいしか映ってないんですよねでエースインパクトはある程度映りましたで一番映ってたのがシム・カミルでシム・カミルばっかし映してて「おいおい」っていう風にみんななったと思いますしシスファハンは少しだけ映ったかなあとはオネストもほんの少しだけ映ったかなっていうこの4頭しか映ってなくてもう正直言ってまあ今までも不満ありましたけれどもこれじゃあもう。 馬券買う競馬ファンを馬鹿にしすぎかなっていうところがあってまあそれはあの全然フランスとかあっちの外国の人らは馬鹿にするつもりはなくてもう単純にその発想がないと思うんですよねパドックでちゃんと馬体を写して見せるっていうその発想がないだけでただ JRA に関してはちゃんと考えないとまああの機材とか持っていくとなるとすごい高い金がかかるんでせめてそのスタッフ5人ぐらいでも連れてってあっちで。 機材借りて移してそれで放映権っていうのは決まってると思うんであのその中で差し込みですね日本独自の,そのパドック映像っていうのだけでもですね差し込んで入れられるぐらいそれぐらいのことしないとあままりにもすすぎますよねだって今年の凱旋門賞外国版まあエイズ・インパクトは多少有名まあでも日本では大して有名じゃない馬で。 でスルーセブンシーズが日本馬として出走してるぐらいでそれでも外旋文書の売り上げ40何億あったらしいですからねまあピークが60何億とかなんでそれと比べると少し下がってるんですがまあそれでも40何億あってその中で空馬券の空除率が25%ぐらいあるんでしたっけですから8億から10億ぐらいあ,あんのかな。 その中からフランスの取り分が多少多いにしても、日本の取り分34億ぐらいはあるんじゃないかなと思いますし、その中からせめてその日本のスタッフ連れてって映像作って差し込み映像ぐらい作るぐらい。それぐらいできますよね。そしてこのエースインパクトに関しては馬体パドックで映ってました。で、やっぱいい馬ですね。ま、日本の馬みたいにシュッとしてて、まあ里のダイヤモンドとかああいうような感じに近い。 軽さもあってまあですからこのエースインパクトに関してもババが悪くなってたら割引は必要だったんじゃないかなっていうふうに見えるぐらいそれぐらいやっぱ両ババだったからこそこれだけいい競馬ができたのかなっていうような馬体に見えたところはありました。まあ、でででももももヨーロッパのの馬ななななんんババは多少悪くなってもこなすすかもしれないんですけれいけども それがどハマりするような展開でまあオネストなんかも来たぐらいですからまあでもその中でもエースインパクトの瞬発力に関しては頭一つ抜けていたかなっていうようなレース内容ではありましたね。なのでレース展開が向かないもっとその縦長になってなかなか前が止まらないとかそういうような展開になるとこういうタイプはしんどいとは思うんですがただ。 そうですね、例えば同じような追い込み客室ブエナビスタとかいたじゃないですかああいうブエナビスタとかも結局はなんだかんだ言って伸びてきてましたよねでこのエースインパクトに関しても雰囲気的には今は足さえためて直線勝負すれば自分の足は使うタイプかなと思いますし、まあ、伸びてくるっていうようなそういうような信頼性の高さを感じるような雰囲気と気配っていうものは持ってますんで。 この後もしかしたらこのエースインパクトもジャパンカップ出走する可能性があるらしくてというのはこのエースインパクト6戦無敗で凱旋門賞を勝ってしかも勝った内容なんかもまあ名前の通りインパクトのある勝ち方をしたんで来年4歳になって走る必要があると走る必要がないんですよね。基本的にこういったような45番になるレベルの馬って競走馬としてレースを走れるようにも 守ととして成功すすることの方が大事なわけですよねもう断然儲かるっていうところがありますしそしてそういったことに関しては日本よりもヨーロッパの方が考え方が強くてまあなるべく早く守絞毯したいっていうところ守護場として価値が一番いい時に守絞毯してしまいたいっていうところがあってもうエースインパクトは早く守絞毯したいっていうのがあるんですよね。 馬によっては成長して4歳5歳でピークを迎える馬もいますんでまあこのエースインパクトももしかしたら4歳5歳がピークになる可能性もあるんですが、まあ、ただヨーロッパの場合には小判になると金量がものすごく重くなるんでいいことがあんまりないんですよねなので金量が軽くてあの本当にいい成績を残せたっていうことでもう多分来年は引退なんじゃないかなっていうところなんですがまあそこで競馬使うとしたら今年なんでジャパンカップとか香港になる その中でクリスチャン・デブンロック氏がジャパンカップのペースやコースが合いそうっていうふうに説得してるらしいんでもう頑張って説得してくれもう本当調子いいこと言ってくれっていうふうに願うしかないですね。というふうに願うしかないですね。そして仮にエースインパクトがジャパンカップ使った場合の適性に関してなんですがもうさっきも言ったみたいに日本の馬みたいなサンデー・サイレンス犬近いようなそういったようなキレのある馬体筋肉の質もいい。 そういうよういよな場体しててまあ日本にキングズベスト3区結構走ってますよねキングズベスト3区がもっと柔らかくてキレが出たっていうようなそういったようなイメージの馬体なんでさすがにあまりにも縦長のスピード競馬でなかなか前との差がつまらないようなそういったようななし崩しに足を使わされるような展開で差し追い込みが効かないような展開レースの質だったらしんどいとは思うんですが。 までも多少展開が向かなくとも、さっきも言ったみたいに、足さえ溜めて直線勝負すれば伸びてきそうな、そういったような信頼性の高いタイプかなと思いますんで、まあ、多分、ジャパンカップ使うんであったら、上位2、3等の評価にはしなきゃいけないような馬になってくるんじゃないかなと思いますね。オネスト。オネストは人気薄で3着に突っ込んできて、ちょいあれを演出した馬なんですが、いや、僕もびっくりしましたね。 去年の凱旋門賞の時僕はオネストをかなり高く評価してこの馬強いですよっていうふうに言っててでもその後調子を崩してどうかなっていうのはレース内容なんか見てもメリハリの効いてない競馬だなっていうのはそういうような印象だったんですけれどもまあ確かに今回多少は良くなってたんだと思うあのほんの一瞬馬体移って。 でそれが歩いてる姿ならいいいんですが歩いてるところほとんど映ってなくてすぐに止まった状態になったんであんまりオネストの場体見れてないんですがまあでも多少良くなってるかなっていうような雰囲気は感じられたんですがまあでも買うほどかなっていうようななのでやっぱり改めてヨーロッパの馬ヨーロッパの競馬馬場っていうところの難しさは感じたかなと思いますね。やっぱり相手のヨーロッパのような重い馬場だと 日本の感覚ではちょっとわからないというかちょ,ちょっとずれがだいぶ出てくるようなところもあるっちゃあるんでそういう難しさはあったのとまあ何よりやっぱり展開が向いたことですよね後方から外出した馬が断然有利な展開でハマってますんで、まあ、なのでオネスト自体そこまで切れる足は使ってなくとも他の馬たちがバタバタ止まってるんで伸びますよね。 まあそれとやっぱ種種ですねギュイン機種日本に来た時なんかも本当すんごい動かすな追えるなっていうような感じがありましたんで、まあ、腹くくってさらに展開と進路取りがはまってプラスアルファギュイン・種ン・っていうところで来た部分もあるかなと思いますね。ミスター・ハリウッドは逃げて直線ですぐに止まったんですけれどももともと凱旋門賞は合わなそうだなと思ってましたし。 ととといいいいううののはちょっと体の使い方が大きいというかもうちょっとコンパクトに器用な動きができるような逃げ馬じゃないとなかなか難しいかなと思いますんでプラスデュキャルゼルプラスデュキャルゼルは、まあ、当日の他の2レースなんか見てて外々と回って構想できるイメージがわからなかったんでもうレース前の時点でちょっとウエストオーバーに切り替えたっていうところがあったんですがまあ あのエースインパクトとかオネストは外回ってますけれどもだいぶ後ろから前に壁作りながら回ってきて直線で外に出した形なんでそれと比べてプラス・キャルゼルは後位の外外をずっと回ってるわけですよね前に壁も作れてない状態でしかも中途半端なポジションでまともにやりすぎててまともに足がたまらずにっていうような。 もし同じような競馬してたらエースインパクトやウエストオーバーでも勝てなかったでしょうし馬券圏外になってた可能性普通にあったかなと思いますんでファンタスティック・ムーンファンタスティック・ムーンは先行すると思ってたんですが後方からになったでも後方でも足は溜まってましたんで強ければ伸びてきて際どいところまで来るはずなんですけれどもまあそこまでの足能力がなかったっていうような印象ですね。 まあなんかそのキレのある動きとか勢いのある動きはできるんだけれども体の動きとか形とかが浅いイメージでなので前走なんかは大逃げしてる馬がいてその馬を見ながら離れた2番手から抜け出しただけなんでもう結構楽な競馬してたんでまともに競馬をやるとこんなもんかな能力的にも瞬発力的にもこんなもんかなというようなイメージにはなりますね。なのでまあ距離も 2,400よりかはもうちょい短い方が2,000とか。シスファハン。シスファハンは一瞬馬体が映りましたね。まあ4頭映ったうちの1頭です。でまあやっぱこの馬はある程度は底力勝負に強いというか能力はあってある程度相手なりに走りそうだなっていうような馬体はしてますね。まあ多少そのドタッとした感じなんで。 まあでもドタッとしてパワフルなタイプの割には瞬発力勝負したいタイプというか一瞬の足で勝負したそうなタイプではありますよね。なのであんまりその強引な正攻法な競馬をしちゃうと足が続かないとか持ち味がいきないと思いますし先攻しても持ち味がいきなそうだなと思いますね。で今回に関しては後方打ち目で足溜めてたんですがまあとにかく。 まあ頭の悪い進路というかただ打ちつきするだけであんな形ではもう全然勝ち負けには加われないですよねもう勝てる確率0%の進路ででもう直線とにかく大外に出せばだいぶん違ったかなという打ちつくか外行くかで五馬身前後は違ったかなというのは競馬なんで含む含むは能力的には期待してたんですがまあレース前に外枠が嫌だな その中で。まあ、いかにもそのダメパターンにはまっちゃったなっていうような形ですよね。最近構想してた時っていうのは道中前に壁が作れて手応え、よく回ってきて、そこから抜け出すっていうような形でしたよね。それに対して今回は2番手まで行ってしまったんで、もうまともに正攻法の競馬しなきゃいけなくて、前に壁が作れてない状態ですよね。まあ、あいう競馬が合うような馬だったらいいんですが、やっぱ含むって。 なるべく下げて前に壁を作ってそれで前に目標を置きながらスッと直線でかわすっていうような競馬がベストかなっていうようなタイプなんでやっぱ足を溜めて瞬発力を生かすっていうようなタイプですよねシムカミルシムカミルはパドック映像ほとんどこの馬が映ってましたよねもうエネイブルかフランケルかっていうぐらい映ってましたよねまあ相当あっちの テテレビ局のコメンーーターみたいな人が気に入ってたんでしょぱり、ねまあ、フランスの井崎修五郎先生みたいな人に気に入られてたんだと思うんですけれどもまあ仕上がりとしてはですねやっぱり前の馬体見てないんで比較ができないんですがまあでもこんな感じの馬だろうなっていうようなイメージの通りの馬体で、まあ、やっぱりエースインパクトと比べるとキレのある感じではないですし。 まあ少し時計のかかる上がりのかかる馬場の方が乗りやすそうだなっていうようなイメージまあただそのエースインパクトよりいいかは先行したりだとか先方には融通が利きそうだなっていうような見た目ではありましたねまあでもその時計のかかる馬場力のいる馬場が合いそうなイメージということはちょっと力強さが馬体に足りなくてエースインパクトとかだともう本当 自分の動きででキレを生み出せる感じなんですがこのシムカメルに関しては、まあ、やっぱりダートウマンに近いようなそういう力強さが足りない部分が多少あったりなんかはしてましたんでまあなので、まあ、距離的にももうちょい短い方が乗りやすいかもしれないなっていうのとそれとやっぱあのー、今回両馬場でしたんで。 その場まで器用に立ち回ってキレのある動きもしてってっいうようなイメージもあんまり湧かなかったかなと先行外目45番手ぐらいで、まあ、それでも前に壁作れてましたし外目いましたんでまあ展開不利は展開不利なんですが、まあ、そこまで極端な展開不利ではなかったんでもうちょっとやっぱ強ければ形は作,ら作れたと思いますし直線抜け出すようなところは見せてほしかったなと思うんですが、まあ、その辺に関してはやっぱ馬場と。 このコース、今回のレースの質っていうところで、ちょっとやっぱ足りない部分があったなと思いますね。以上です失礼します。